あつたんもいいとこいっぺあるとも海外もいいよな。おらだばあそこさ行ってみたいわ。タイは秋田ビジョンネクストスピンオフ、今回のテーマは秋田から台湾に行こう。ルーローハン美味しそうだな。俺ルーローハン大好きだからな。いつかあの本場のルーローハンが食べてみたいんだけど、まあ、ちょっと海外旅行ってハードル高いからな。だったら台湾へ行こう。台湾？台湾まで秋田からチャーター便が出てるからとっても行きやすいんだよ。秋田からチャーター便でしょ。チャーター便で台湾か。なるほどね。いいかもしれないな。でもお腹がいっぱいになったら今度きっと甘いものも食べたくなるよね。まあ、せっかくだからインスタ映えするようなものがいいな。リンゴ飴とかいちご飴はまあ食べたことあるから、なんかもっと別のそういう可愛いものがあればいいんだけど、まあ、ないよね。まあ、そんなだったら台湾行こう。台湾にはトマト飴ってのがあってインスタ映え間違いなしなんだよ。秋田からチャーター便で、チャーター便で台湾いいかもな。あー、まあインスタ映えって言ったら他にも街並みとかも写真撮りたいよね。なんかアニメのワンシーンで出てきそうなこのレトロでノスタルジックな、なんか赤い提灯があるような、そんなところで撮れたら最高なんだけど、まあでもそんな街並みはなかなかないからな。台湾にあるよ。台湾にあるんですか。台湾の北部にある九份という街はレトロな街並みでインスタ映え間違いなしなんだ。秋田からチャーター便で行くっきゃないな、これは。まああとは石で作られた豚の角煮が見れればな。それさえ見れれば完璧なんだけどな。だったら台湾へ行こう。だったら台湾。台湾の故宮博物院や肉型石と水玉白菜っていう台湾の二大至宝があるんだよ。チャーター便で行くんじゃないで台湾。行こう。台湾チャーター便は10月24日まで運航。およそ4時間のフライトで行ける台湾で南国気分を味わってみては。秋田ビジョンネクスト本編も見てけれなー。